救急駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。1940年度戦時緊急予算に基づく第3次戦時急増艦隊として8隻が建造され、1941年から1942年にかけて順次に収益した。うち2隻が建造中の1942年にオーストラリア海軍に移管され、 さらに1945年の終戦直後には3隻がオーストラリア海軍、1隻がオランダ海軍に移管された。第2次世界大戦の勃発を受けて、イギリス海軍は戦時緊急計画を発動し、駆逐艦の急増に着手した。まず1939年9月3日に第一陣として O 級が10月2日には第二陣として P 級が発注された。 しかしこれらは、戦時緊急計画に基づいてはいるものの、基本的には1940から1年度計画で建造予定だった JQ を元にした中間的駆逐艦の建造を前倒ししたものであり、新しい戦時要求の反映や急増に適した設計への変更はなされていなかった。これらを盛り込んだ新しい設計案は1939年末に作成された。 この設計を採用した最初の環球として1940年1月3日に発注されたのが本球であり、当初はカブスのコードネームが付されていた。カブス計画官は急速建造が求められたことから、設計面では中間的駆逐艦と軽球の中間的なものとなり、また装備面でも新機軸の導入は避けて極力既存のものを用いることとされた。 なお本級を含む、戦時緊急計画型駆逐艦の建造のために、ライオン級戦艦の建造が棚上げされる事態となった。上記の経緯から、基本設計は、軽級のものが概ね踏襲されており、単円突、戦首楼型という線形も同様である。ただし全長にして2メートル程度延長したほか、巡航性能向上のため、半途級に半を取ったトランサムスターンが、 採用されている。また、館内の居住区画の配置も変更された。これらの改正の結果、燃料搭載量の増加にもかかわらず、本級では、横メタセンター高さは3.25フィートとなり、J 級の2.48フィートよりも大きく、復元性に優れることとなった。期間も軽級と、概ね同様で、アドミラルティ式参道型水管ボイラー、パーソンズ式、 オールギアードタービンによる二軸推進、出力4万馬力である。ただし本級では、蒸気圧力は従来と同様に 300LBF、イン2だが、温度を下肢にして10度高めた、摂氏332.2度として、出力マージンを確保した。また本級では、2番弾薬庫を燃料庫に転用するなどして、燃料搭載量の増加を図り、航続距離を延伸した。 電源は中間的駆逐艦よりは軽急に近く主発電機としてタービン発電機2機、低白発電機としてディーゼル発電機2機を搭載した。また本級より減速機質に大気運転用のディーゼル発電機1機が追加された。装備面では中間的駆逐艦の構成が踏襲された。漢方としては応急の原型艦と同様。 45口径 12cm 砲を4機搭載した。ただし射撃式装置については、トライバル級に準じた構成となり、対空用のマーク、通報イ板に加えて、対水上用として、機船長 3.66m の即距離を備えた DCT 砲イ板も搭載された。なお、射撃板としては、トライバル級では、対水上用には、アフック、対空用には、 FKC が用いられていた。当初計画では、応急と同様に45口径1 0 2トル単装光格砲の追加搭載も予定されていたが、急降下爆撃機への有効性が疑問視されるようになったことから装備されず、対空兵器として39口径4 0ト、mm、ル4連装機銃と70口径2 0ト、mm、ル機銃6門 対艦兵器として21インチ4連装魚雷発射艦2機を搭載して巡航した。また後に、ポンポン砲や後部魚雷発射艦を撤去して、56、口径 40mm 単装機銃や70口径 20mm 機銃の増備が行われた。15型フリゲート仕様に回収された、キベロン大戦中に、クイル、クエンティンの2隻が撃沈された。 さらに大戦を生き延びた6隻のうち、建造中にオーストラリア海軍に移管された2隻を除く4隻も、1945年中に3隻がオーストラリア海軍、1隻がオランダ海軍が譲渡、または売却されたため、イギリス海軍における本級の在籍期間は実質3年程度と極めて短い。また、オーストラリア海軍に譲渡された5隻のうち、 クオリティを除く4隻がイギリス海軍の15型フリゲートに準じる回収を受けた。ABCD 高速対戦フリゲートに回収後の新ペナントナンバー練習艦に分類変更後のペナントナンバー。ありがとうございます。